Spark。 4年に一度日本が一つになる1ヶ月、ワールドカップバレー2019。覚悟を胸に世界一に挑む。私のバレーボール人生最後を東京にかけたいなというふうに思いました。日本の指揮官中田久美、彼女は今最後の戦いに挑んでいる。史上最年少の15歳で日本代表に選出、天才少女と呼ばれ輝かしいキャリアを築いてきた。それでも一番欲しかったものは手に入らなかった。だからこそ指導者として世界最高峰のイタリアでバレーを学んだ。いや、どうやったら日本が勝てるのかなっていうことだけしかない頭の中は常に日本バレーのことばかり。帰国後、国内で圧倒的な実績を作り、日本代表の指揮官に。もちろん金メダル目指してやります。それ以外は考えてないので。目指すのは世界の頂点。ミスしてニヤニヤしてんじゃないよ、みっともな。いいか、勝負は負けちゃダメなんだよ、絶対に。揺るぎない覚悟が彼女を突き動かす。ワールドカップで結果を残すことが次のオリンピックにつながるということは間違いない。やっぱり勝ちにやっぱりこだわる。ワールドカップバレー9月14日開幕。